はい、タカです、さっきこれ消えるやつ、これね、なんかね、ふとひょっとしてと思って、これペリカンのロイヤルブルー、これってインクの色が残らないっていうインクなんですよね。でお店の試し書きでは結構使われてる、万年筆のね中身にインクがこう染み付かないというか残らないから、結構、お店の試し書きではこのロイヤルブルー、ペリカンのロイヤルブルーがよく使われるんですよ。でひょっとしてと思ってね、このロイヤルブルー、ちょっと今綿棒で、なんとなくね、さっきのね、このこれに使ってたカートリッジ、これがこのロイヤルブルーとね、ちょっと色味がね似てるなと思って、まあこれは今綿棒とねペンの違いで結構違いますけど、はい、でこれ使ってみたんですよ。そうしたら消えるの。ペリカンのロイヤルブルーはこれで消える。そうなんです、そうなんですよ、消えたんですよ。はい、ということでもうただそれだけ、ちょっとね、なんとなくあれと思ってやってみたら本当に消えたみたいなね、ちょっとそんな感じでペリカンのロイヤルブルーも消すことができました。これは他にもなんか消えるインクってやっぱりあるのかな、多分、顔料インクは消えないでしょうね。顔料インクは消えないでしょう。水性の中にこうロイヤルブルーみたいに消えるものもあるのかな。ちょっととね、面白かった。はい、それだけでございます。なかなかね面白いです、この消せるやつね。遊べる